京成引船方の出入口改札ホーム、八広駅は東京都墨田区八広6丁目にある京成電鉄押上線の駅である。駅番号は KS47、墨田区斎東端の駅、下り線上り線共用の追い抜き設備を設置した二面三線の高架駅である。四次駅とを結ぶ荒川橋梁に接している。荒川橋梁の掛け替え工事前は青とより、 荒川堤防上の道路沿いに駅舎及び改札があり、校内踏切も設置されていた。掛け替え工事により、線路が付け替えられたことに伴い、2001年9月15日のダイヤ改正から新駅舎での営業を開始した。コンコースも高架下の中央に移転するとともに、下り線に追い抜き設備が設置され、使用を開始した。基本的には、 短式ホームの1番線が、上り線ホーム、島式ホームの2.3番線はそれぞれ、下り線ホームと予備ホームである。平日朝ラッシュ時は、上り優等列車の対避をする普通列車が多く存在し、その場合は1番線を通過線にして、当駅で対避する押上方面の普通列車を2番線に停車させる。対避がある場合、 アウト方面行き列車は3番線を使用する。また、平日夕ラッシュ時にも、下り線で優等列車の対避する列車が数本存在するが、その場合は2番線を通過線にして3番線にアウト方面の列車が停車する。また、2番線を使用して、当駅での折り返し運転が可能である。当駅には、京成電鉄で唯一、LED を併用した反転フラップ式。 案内表示器が設置されていたが、2016年7月、下旬日暮里駅や成田空港駅などと、同じく英語入り接近放送への更新と合わせ、フルカラー LED 式の発車案内表示器に取り替えられた。2020年度の1日平均乗降人員は1292人である。京成線の駅では、第32位で、 押上げ線の駅では上行人員が最も少ないが2000年代から増加傾向にある。近年の1日平均上行乗車人員推移は下表の通りである。駅南にある道路上にヤヒロ停留所がある。以下の路線が乗り入れ、東京都交通局と京成バスにより運行されている。開業当初から長い間荒川駅と名乗っていた。 荒川の土手場に位置していたことが由来だが、1932年の荒川区成立後は誤解や誤乗を招くことがあった。荒川橋梁の掛け替え、駅の高架化を機に地元地名の八ヒに改名した。八ヒという町名は、1965年12月1日の住居表示実施に伴い従来の寺島町6.8丁目、墨田町4丁目、 アズ町西五の九丁目の八地区が合併して新たな町域が成立した際に縁起の良い八の字を取り、その事態から末広がりの縁起を担いで命名されたものである。ありがとうございます。